どうも、セリカスイミングのセリカです。本日はバタフライがもっと楽になる腕の回し方について詳しくご紹介していきたいと思います。ぜひ参考にやってみてください。10月のイベント半プライベートレッスンは明日ですね。もう締め切りは、まだ受け付けておりますが半分終わっております。そして27日日曜日、あなたの泳ぎ撮影しますを行います。残り1枠かなとなっているので、お早めにご予約をお願いいたします。そしてプライベートレッスンも受付しております。すべて動画の概要欄にリンクが貼っておりますので、そこからご予約をお願いいたします。ではバタフライの腕の使い方ですね。だいたいバタフライを泳いでて、やっぱり最初に疲れてくるのって腕だと思います。私もやっぱり最初腕から疲れるし、あんまり足とか腹筋疲れてきたな、あもう泳げないってなることはないかな。腕だと思いますので、今回は腕の使い方をご紹介していくんですけど、まずは1つ目、今回水上と水中の動きについてそれぞれお話ししていこうかなと思ってるんですけど、まず水上に関しては背中から腕を回していきましょうというところですね。だいたい腕が疲れちゃう方って、肩から回してるんですよ。その差は何ですかって言われると、結局は腕の、なんていうのかな、回転率っていうかひねり具合によるんですけど、肩から回ってる方って、リカバリーするときに、手のひらを前に見せながらリカバリーしてたり、あとは親指を前に見せながらリカバリーしてることが多いんですね。そうじゃなくて、肩甲骨から、背中から回すためには、手の甲を前、もしくは下に向けた状態でリカバリーをしてみてください。これやるだけで腕の疲れもう半減しますので、やってみてください。そしてメインは水中の動きですね。これは、たくさん意見はありますけど、私なりに言えることは、やっぱりアウトスイープした方がいいかなと思います。アウトスイープって何かっていうと、この最初の書き始めの膨らみのことを言います。別名 S 字とも言いますね。クロールとかだったら S 字って言いますが、アウトスイープ入れた方が、楽ですね。理由としては、一かきでたくさんの水を囲い込むことができるので、重いは重いって感じるかもしれないんですけど、でも結果的に多分こっちの方が楽ではある。アウトスイープ入れるか、もうその反対で完全にまっすぐ水をかくか、どっちかになると思うんですけど、まっすぐの方が水の流れにかなり反して腕を動かしているので、結構重いし効率が悪いんですよ。逆にアウトスイープやった方が、ストロークにかける時間は長くはなるんですけど、その分たくさん一かけで水をかけるんで、ワンストロークで長い距離進むことができます。まっすぐ書くメリットとしては、回転率を上げることができるっていうのがメリットなんですけど、アウトスイープ入れる場合はどちらかというと回転率は良くないので、バタフライを長くゆったり泳ぎたいっていう方向けになりますね。50m とか 100m とかチャレンジしたいのであれば、このアウトスイープを取り入れる方がいいんじゃないかなと思います。あとは普通に25でもゆっくりでいいから楽に泳ぎたいっていう方は、ぜひこのアウトスイープ入れてみてください。やり方もね、ちょっとなんていうのかな、繊細な動きではあるんですよね。必ず手の進行方向に手のひらを向けること、これが絶対のルールですね。アウトスイープでうまくいかない方って、こう手を横にスライドさせちゃうんですよ。あとは急な方向転換とか、基本的には手首っていうのはくるくるさせないので、手のひらはずっと後ろ、もしくはちょっと横向きでアウトスイープのこの軌道に向けて、手のひらを向けてやるとやりやすいと思います。では
練習法をご紹介していきます。まず一つ目がスカーリングになります。これ水中で頑張ってやってますが、別に水中じゃなくてもいいです。できるのであればこの水中に居続けられるスカーリングできた方が絶対いいです。ちゃんと水をつかめてるっていう証拠なので。逆に水中スカーリングやってみて体が浮き上がっちゃう方っていうのはまだ水しっかりとつかめていないっていうことになるので、まずは水面で水を重く感じながらスカーリングを行う、そこからスタートして、ちょっとずつ水中にもチャレンジしてみてください。このスカーリングの水の重さ、手で水を感じられると思うんですけど、その水の重さのままアウトスイープ生かしてください。基本的にスカーリングのこの外側に書くここですね、この動きはアウトスイープと全く一緒なので、もっと言うと平泳ぎの手を広げる動きと全く一緒なので、それだと思って、スカーリングを練習したりアウトスイープをやるとより水捉えやすくなります。もうほとんどなんていうのかな、水泳っていうのは動きが共通してるものが多いので、できればいろんな練習法とか種目とかやった方がいいです。そして2つ目におすすめするのが片手バタフライですね。これはいきなり両手でやるよりも片手でやった方が楽だろうっていう意味で片手バタフライを紹介しております。ここでちゃんとアウトスイープの動きができてないと両手でできるわけがないので、まずは片手でぜひやってみてください。であんまり呼吸とか入れない方がいいかな。できるだけ軌道の集中とかをしたいのであれば、できるだけ息継ぎはしないでずっと下向いたまま自分の腕の軌道を見ながらゆっくり練習するのがいいと思います。息継ぎバッて入れるとやっぱ集中できないので、苦しくなったらたまに息継ぎ入れるぐらいでいいと思いますね。はい、ということで以上練習法でした。腕は結構重要なので、メインはね腹筋とかドルフィンキックになりますけど、ぜひ腕の練習もしてみてください。